デナチャンピオンロゴにブーイングさすがにやりすぎちゃったデナが7年ぶりに日本シリーズ出場権を獲得し、巨人とのクライマックスシリーズ C を勝ち抜きました。選手たちは歓喜のビールかけてその瞬間を祝いましたが、一部ファンからはチャンピオンという表現に対して異論が噴出しています。デナは2024ジェラクライマックスシリーズで優勝。を記念したグッズを発表、その商品にはクライマックス、シリーズ、チャンピオンという大きなロゴがあしらわれています。 しかし SNS では、巨人に8ゲーム差をつけられて3位なのに、チャンピオンと強調されてもピンとこない CS はあくまで突破するものであり、優勝ではないのではという意見が多く寄せられました。一部ファンは CS 突破でビールかけするなどまで批判を展開。特にリーグ首位でシーズンを終えた巨人ファンの間では、CS 制度自体の意義を疑問視する声もあり、リーグ優勝の価値が薄れてしまうという懸念が再燃しています。確かにチャンピオンの称号は、シーズンを通じての優勝にこそふさわしいとの見方が強いようです。 デナにとって、今回の CS 突破は大きな成果であり、祝福されるべき瞬間。しかし、チャンピオンという表現が、期待するファンと、精度への不満を抱くファンの温度差を浮き彫りにしました。26年間リーグ制覇から遠ざかっているデーナ。来季こそは文句なしのせ、リーグチャンピオンを目指し、労働とした栄冠をつかんでほしいものです。ファンの期待が高まる中、次のシーズンの戦いに注目です。